こんにちは、学園森谷です。今回は、T6.1 のオーナーさんによく、ご質問いただくキャンプや、車中泊で、何か便利なものや似合うものなどないのとよくご質問いただくんですけども、今回は、アンバイさんの、ご協力をいただいておすすめの3点を紹介させていただきたいと思います。アンバイ三田店スタッフの稲垣です。ガッキーです。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、はい、まず紹介するだけ、何だと思いますか？これはコンパクトな焚き火台ですか？近いです。でも車内ですので違いますよね。その使えるようなものなんですけど、はい、一応ドリップ&ファイヤーという北海道のブランドさんで、はい、コンパスプロダクトさんと、はい、メタルのもちろん焚き火台とかも出してるブランドさんなんですけど、はい、これはドリッパーにもなり、はい、プラスあの五徳中で、はい、ここにあの五徳として鍋だけ引いて調理もできるものになります。はい、トイパスさんの商品の特徴としては、これを全部分解して、はい、ちっちゃく折りたたんでコンパクトに持ち運びができるっていう特徴があります。ちょっとこのカリフォルニア、はい、まだこの T3 とかとはまた違ったラグジュアリーラインでちょっとシルバーのアイテムをちょっと選んでみました。これ入れてもらって、はい、1個ずつこう。でもこれすごいですね。そうなんです。この薄さに全部収まるように薄さになってて、なおかつパズルのようにはめていく。そうです。あ、お願いしていいですか？はい、やっていきます。私こういうの好きなんで。お願いします。これは違いますね。あ、これもううまいことこういう感じですね。はい、これでちょっと蓋をすると、はい、めっちゃ簡単、すごくコンパクトになりますね。この横幅も薄いですし、でも正方形でだいぶちっちゃく収まりますね。はい、そうですね。これじゃどこにでも収納できますね。はい、このドリッパーすごくいいですね。これは本当におすすめします。じゃあ次紹介していきます。お願いします。はい、こちらですね。こちらがアッソルのキャンバストートバッグ。生地の特徴がまず、はい、アメリカのヴィンテージシャトル織機を使ったものなんですけど、はい、通常のキャンバストートに比べると結構張り感と腰感が強くて、はい、結構触ってもらったら分かるんですけど、ハード、結構硬いです。あ、そうですね。なので、はい、自立もしますし、はい、結構あのアウトドアギア重いものを入れてもらっても、はい、結構使いやすい。そうですね。はい、はい、で、あと底面と上の生地が防水の生地になってて、はい、なるほど、地面に直接ドンと置いてもらっても、ね、全然問題ないって言って、はい、で、中が一応こういう感じで止水のジップがついてて、はい、この形でオープンもできるんですけど、大きいものをガサッと入れたい時はここがマジックテープになってるので、なるほど、こういう形で、はい、口を開けて使うこともすごいですね。はい、はい、あとプラスサイドにちっちゃい小物入れ、はい、これもあの好きな場所に移動させられるように変えれるんですね。すごいですね。はい、こちらに付けられるようになってます。はい、すごいですね。はい、これだったら多分あのキャンプのシーンだと、はい、ギア運んだりっていうものもできるんですけど、はい、ちょっとあの車内から温泉行くとき、はい、なんかそういう買い物行くときとかに、これを一つ持って出かけたりとかもしやすいバッグにおすすめできる幅、便利ですね。はい、じゃあこのサイズ感だと、あ、この6.1でしたら運転席と助手席の間にちょうど収まるサイズですね。はい、いい感じです。ぴったり。そうですね、ですね、はい、ちょうど、はい、あの運転の邪魔にならないところに置けますんで、はい、そこからですと買い物とかそういった温泉の時、お風呂行く時とかに、さっと持っていけそうですね。これでしたら、はい、いいですね。めちゃくちゃおすすめです。はい、では最後の商品紹介させていただきたいと思います。
頂戴します。はい、こちらです。はい、こちらがこれもアストブのウォールポケットという商品になります。はい、色合いとかめっちゃいい感じですね。そうですね、この色合いとこの 6.1 カルフォルニアフロアがウッドになってますんで、それにすごく合ってますね。シートのグレーと、はい、うん、キャンバス地を使ってるので、はい、の見た目はもちろんなんです。あとレザーも実は使ってて、ここがヌメ側になってるので、長年使うと愛用してると色味が変わってくる、味が出てくるやつですね。はい、はい、もちろん見た目もなんですけど、はい、機能性もすごく良くて、ポケットがたくさんあるものなので、そうですね、はい、ギアだったり、はい、エクストラリーだったり、はい、結構たくさん何でも吊るしたり、引っ掛けたりできるようになってます。なるほど、はい、これでしたら先ほどのドリッパーもいけますよね。あ、ちょうどここに、はい、あ、入りますね、はい、これでしたらすごくいいですね。本当に、はい、ね、はい、あるので、ウォールポケットなんですけど、はい、元々はあのお部屋の中とかで、はい、壁に吊るしてもらって、はい、ちょっとポケットとして使うものになってるんですけど、はい、ちょっと服とかうまくつけてもらうと、なるほど、車の中でも使っていただけるようになってます。はいはい、そしたら車と、ま、家のインテリアで使えるということですね。そうですね、なんでそのまま家の中にギアまんま持ってって、また持ってきてっていうのもできるので、なるほど、それはすごく便利ですね。はい、そうですね、いかがでしたか？いや、もうどれも、3点ともすごく魅力的な商品なんで、これでしたら、6.1 のオーナーさんに、おすすめできますね。そうですね。こちらの商品はどちらで購入できるんですか？ですね、うちのアンバイストアの直営店でももちろん購入できるんですけど、はい、オフィシャルのオンラインサイトもありますので、はい、また概要欄に貼ってくださると思うので、よかったらチェックお願いします。わかりました。はい、はい、今回は、アンバイさんと、コラボさせていただきまして、このようなアイテムをご紹介させていただきました。これからもコラボなどさせていただきまして、このような、アイテムや、車の、アイテムなどをご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。